あれはクリスマスを間近に控えた日の出来事でした。サンタさんが来てくれるのにいい子でいようと頑張っていました。よし、宿題終わった。ママ、宿題終わったから手伝ってあげる。偉いね。これならきっと来てくれるね、サンタさん。サンタさんの手紙はもう書いたの？うん、書いたよ。ほら、そんな私と対照的にやんちゃだからのリンタンはいたずらばかりしていました。リンタン、もしサンタさん来てくれないよ。ねえ、大丈夫だよ。サンタさんは優しいからみんなのところに来てくれるよ。でも悪い子に来るサンタさんはブラックサンタさんだよ。ブラックサンタ？そう、ブラックサンタは悪い子を連れてっちゃうんだから。よくわかんないや。ああ、もうリンタン。リンタンはその後も全く行動を改めず、クリスマスイブが訪れました。今夜はサンタさんが来るから早く寝よ。ねえ、カノ、今日はずっと起きててサンタさん来るの待ってようよ。ダメだよ、いい子に寝てなきゃサンタさん来ないんだよ。つまんないの、いいもん、リンと一人で見るから。目が覚めましたが、そのまままた寝てしまいました。バイバイカノン。リンタン？嫌な予感がした私はすぐにリンタンを探しに行きました。私の願いを叶えてくれてありがとう。あれ、リンタン何やってるの？お勉強だよ。その日以来、リンタンは一切いたずらをしなくなり、すっかりいい子になりました。そう、まるで別人みたいに。